おはようございますブラッシュミュージックのウェルカムマンです音楽業界全般でお仕事させていただいており音源制作イベント制作ウェブ制作映像制作など多岐にわたり、えー、活動をしておりますまた、えー、レコード会社勤務さらに、えー、レーベルオーナーということで、えー、インディーズアーティストの活動サポート、えー、さらに、えー、ライセンス周りの管理なども行っております 日本人初のグラミー賞主要4部門、えー、ノミネートそして受賞されるプロジェクトメンバーを夢見て日々活動しています。 さあ、ということで、ミュージックビジネスセッション、えー、なんですけれども、この番組は、えー、音楽ビジネスを中心に、えー、最新のトレンドとかですね、いろんなマーケットの、えー、情報が出てきたものをお伝えし、えー、解説していくという番組になっています。えー、YouTube のアーカイブぜひチャンネル登録、そして、えー、SNS 関係のフォロー、ウェルカムンでぜひお願いします。 最近はですね特に音楽ビジネスというところではコロナに関しての記事が多いのですが特に個人的に注目しているのは音楽ストリーミング関係スポティファイの動向とかね全体的な耳でのビジネスがどう動いていっているかということもう一つはそこに耳のビジネスということで最近注目されているポッドキャストをよく追っかけています。 でその他には、ネットフリックスなどの、ねえー、映画関係のストリーミングビジネスですね。ああいったものにも非常に興味があり、えー、最終的には総合エンターテインメントということで、えー、皆さんにお届けしながら、えー、新しいビジネスモデルを確立できればなと思っています、えー。ちょっと本題に入るまでに時間がかかってしまいますが、 えっとこういう形でコネクトしていきつつえっと普段ウェルカムマンがどういう情報を収集してどういうことを発信していきたいかということを皆さんと共有することによって最終的にはね新しいビジネスモデルを作っていくというのがキーワードになってますのでえぜひご連絡、皆さんからのお待ちしております。 そして今日は結構深めでいきます、えっと、ポッドキャスト広告は4倍の宣伝効果、ブランド企業が耳のイメージ戦略に続々参入ということで、えー、コロナ自粛でいわゆる映画関係、アニメ関係、ゲーム関係は非常に伸びていますが、えー、音楽ストリーミング、えー、ポッドキャストちょっと出遅れてるぞっていうところが、まあ、ニュースとしては多かったんですけど、まあ、実際、えーと、コロナでは関係ない状態であったとしてもこの耳での えー、ビジネスっていうのは、えー、成長スピードはあのー、伸びていると、まあ、そういった内容ですねで、えー、っと今までちょっと大きいニュースばっかりなんですけど割と今回のは細かく出てるので、えー、っといろいろ解説していきたいと思います、はいえーまあ、ラジオやポッドキャストオートメディアがです、ね、急成長する中、えー、こ,のこのメディアを使ったブランディングが注目を集めています えー、特に、うん、この著しい成長があるポッドキャストはですねデジタル広告が4倍に上がっていっているということが明らかになりました、えー、特にですね、まあ、あの音楽というよりかは、えー、化粧品関係だったりとか、えー、いろんなあのアパレル関係だったりとかビジネス分野だったりとか、えー、っとポッドキャストといえど、えー、音楽に限らず、えー、いろんな職種の カテゴライズされているものが音声ビジネスに入ってきているということですね。はい、そして、えー、ポッドキャスター兼ポッドキャストコンサルト、えー、ダニエル・ J ・ルイスさんによると、えー、大手ポッドキャストプラットフォームアップルポッドキャストに登録されている番組数は2020年4月の現在で100万以上エピソード数は2800万以上に上るという。 2018年に番組数が52万、エピソード数が1850万程度だったことを振り返ると、過去2年間でポッドキャスト制作数が急拡大していることがわかりますと。これ、あの、僕も簡単にできるようになっているっていうのと、あと、あの、それに付随した、まあ、便利なアプリが出てきたので、えー、個人がね、簡単に配信できるようになったっていうのも、まあ、いわゆる、 えー、ラジオはなかなかラジオ DJ とか、えー、専門のラジオ局じゃないと、えー、なかなか発信できなかったものが、えー、とテレビが YouTuber 化しているのと同じような感じで、えー、ラジオがポッドキャスト化していき、えー、誰でもあの配信ができるようになったということで2年間で、えー、約倍近くですかの、えー、エントリー数ポッドキャストのコンテンツ数が出てるということですね。 えー、さらにですね、えー、調査によると12歳以上のアメリカ人のうち、ポッドキャストを知っていると答えた人の割合は2016年の55%から2019年の70%に拡大した、また、ポッドキャストを、えー、主張したことがある人は、えー、36%から51%に増加し、これは約1億4400万人と推定される。 さらに、えー、過去1ヶ月にポッドキャストを聞いた人は2019年に全体の32%を占めた約9000万人ということですね、えー。これを言うとですね、大体いいアメリカの2分の1は、ポッドキャストを聞いたことがある。しかもさらに過去1ヶ月以内というのは、そこから、えー、っと約3分の2、9000万人ぐらいになるということなので、えー、ポッドキャストを聞いている人の割合が非常に多くなったということですね。 えとここでえっともう一つポイントとして、これはアメリカのえっと数字で、日本はまだまだポッドキャストが浸透していません。なので、ここのアメリカの市場に比べると、非常にこれからに期待ということで、あと2、3年かけて伸びていくんだろうなという流れですね。それはネットフリックスが日本に入ってきてとか、スポティファイが日本に入ってきてというまあストーリーを見ても、 えー、あと2年ぐらいかかるんかなと思ってます。なので、えー、っと僕もわざと早めに早めに、ポッドキャストをやっております。だから、1年続けてみないと、2年続けてみないと、この成果はわからないということなので、はい、個人的にはまだまだ数字も弱いですし、まあ、認知度もないので、あれなんですが、ただ続けていくっていう、この研究結果を自分で検証しているというのが、えー、っとミュージックビジネスセッションという、このポッドキャストのもう一つの狙いだったりします。 はい、コロナウイルスの影響で自宅勤務が増加したことを背景に通勤時間帯のポッドキャスト商品が減ったことで同市場の成長は、えー、衰退ちょっと減少しているのはいますがリスニングやダウンロード数は伸びておりポッドキャストは人々の生活に浸透しているというふうに言われています。 はい、そして、えー、また調査結果毎週ポッドキャストを聴いているリスナーが過去1週間で、えー、視聴した番組は平均で7つエピソードを最後まで聞く人は52%大部分を聞く人は41%を占めておりほとんどの人がエピソードを最後まで聴いていることが明らかになりましたまたポッドキャストで宣伝を聞いたらそのブランドについて考えますかという質問に対してかなり可能性が高いと考えた人は17%やや37% 可能性が低い3%、かなり低いが4%ということで、基本的には、ポッドキャストを聞いている人は最後まで聞ききるという人がほとんどで、そこから聞ききった後に、そのポッドキャストの番組のえ中にあった内容を深く考える人が非常に多いということですね。はい。なので、えっと、例えば、 えわかりやすすく説明すると、YouTube で皆さん音楽を聴き流ししていたりだとかえ何か作業しながら聴き流ししている時は割と,と BGM 的な感覚で目を耳を奪うものに関してだけえチェックが入ると思いますがポッドキャスターはわざわざ聴きに行っている人が多いのでえ興味関心が深い人が多いというまあそういう話ですね。 え毎週5時間以上、ポッドキャストを視聴しているスーパーリスナーも約7割がポッドキャストを聞いた後にその商品、サービスについて考えていたことが明らかになっています、えー、ソフトドリンクや小売業者など有名企業8社の新商品11種に関するポッドキャスト広告を聞いた消費者のうち61%が宣伝された商品、サービスを買う可能性がかなり高いとえ考えられています。はい。 ここにはどういったえっと戦略的な部分とかなぜこういう影響が受けられているかという内容をですね声優のジョディ・クラングルさんはポッドキャストオーディオブランディングの中でビジュアルのノイズにあふれた現代社会では特に音が個人的なレベルまで深くブランドイメージを浸透させている効果を持つことを力説しています。 えー、ラジオ局で制作スタッフとして働いていた経験があり現在は言語、えー、聴覚士の、えー、資格取得を目指しながらポッドキャストを企画制作する、えー、佐伯さんによれば耳の感覚は人間の中で人間の体で一番センシティブですよとラジオやポッドキャストではパーソナリティとリスナーの関係が1対1の距離感となるため番組制作に当たってはリスナーがない内側で聞いていた いう感じが大切にしていいるということです、ね、まあこれちょっと個人的な話にも至ってますが、えー、もう一つ面白い結果が、えー、ポッドキャストの新規リスナーの割合は実は、えー、男性よりも女性の方が多いということも調査結果で出ています。 えー、そして、えー、最後ですね新規リスナーと毎週6時間以上視聴するヘビーリスナーは特にオリジナルでエクス,エク,スクリーシブなコンテンツにお金を払う傾向がある傾向があることも明らかになっていますブランド側はいかにターゲットそのパーソナルな関心や悩みに寄り添えるコンテンツを作れるかが鍵となりそうだと、えー、そういった内容でございました さあ今日はちょっと長いですがえっと解説をちょろちょろ入れながらやってますのでえっともうちょっとだけお付き合いくださいここをまとめるとですねポッドキャストは非常に簡単にコンテンツを作ることができるまあ映画とかアニメとかーゲームもそうですが作り手はですね非常に時間をかけてかなり多い人数でいわゆる制作をして えー、いますよねなので制作費用が非常にかかるんですが、えー、とポッドキャストは今本当にあのスマホ一つで、えー、情報発信できてしまいますので YouTube ぐらい簡単な、あのー、配信ツール SNS と同じぐらいの横並びするぐらいね、えー、なっているので、えー、Twitter とか、まあ、Facebook とか Instagram、えー、を、えー、横並びで考えてみると、まあ、Twitter は文字を えー、Facebook は、えーっとまあ、文字と写真を、Instagram は、えー、映像や画像をっていうところでいくと、Podcast は耳で、音声をっていうこの短さが、えー、SNS 化していくことによって、えー、非常にいいコンテンツ数がいっぱい生まれ、えーえー、皆さんの生活の一部になっていく可能性が高いと、そういうことですね。 そういう調査結果が出ている中でも明らかにえと今僕がお伝えした内容が理解できるかなと予測できるかなということですね、はい、でですね、まあ、あの一番耳がえと情報収集にとってセンシティブなんではないかというところも非常に僕もえ共感していますで逆にえと同業者の皆さんにちょっと危惧をしておきたい部分で言うと 今どうしても、YouTube は MP3 の状態だとかえーとえーあとは Zoom の会議もそうですし電話もそうなんですけどえとアナログレコードが生えた時のえ音楽をいい音で聞くっていう文化が非常に薄れてきていますここがちょっと怖くて耳が一番センシティブにえ情報収集ができる 人間の体の構図がそうなっているのであれば、えー、今耳で情報収集しているあらゆるものが圧縮された非常に劣化された音を聞き情報収集しているここがね結構問題だなと思っていて、えー、と音楽として考えた時も耳で得る情報のレベルが全体的に世界的にみんな下がってるんじゃないかなと思います。 で、僕個人はですね、えっ、ー、と、情報収集がなぜこういう風に好きになったかっていう経緯は、やっぱり音楽エンジニアとして、あとは、えっ、ー、と、すごい高音質の音楽スタジオに何年も入り浸ったので、えっ、ー、とど、どうやら耳がいいと。で、耳で情報収集をする量が僕はどうやら多いので、えっ、ー、と、非常にそのおかげで、えー、今のこの知識とか、 え人がこう思っている感覚感性とかを聴き要は空気を読む能力ですねを養えたのはえ単純に能力値ではなくえいい音楽であいい音の環境でいい音楽をひたすら聴いてきた能力値が上がっただけでスキルが上がっただけなんですねえと僕単体のっと元々の才能ではないということですね えー、そういうカテゴライズ、そういう意味合いで、えー、観点で考えると,、えーとお、音の情報量が非常に今弱なっているので、音質がいいものを、えー、いっぱい聞くことによって人間の能力はさらにアップするのではないかなと思っています。だそういうビジネスをやりたいなと、まあ、思っているわけですね。なので、えー、とまず、ポッドキャストで情報発信していきながら皆さんにこの、えー、今日のポッドキャストの成長と、えー、そして、 今、えっ、ー、と、音質に関しての、えー、問題定義を、えー、出している部分を、えー、共感していただきつつ、えー、何か面白いことをアクションを起こしていければなと思っています。えー、ウェルカムマンのですね、えっ、ー、と、プライベートで毎日、えー、ボイスログということで、えー、個人的に発信しているものもあります。これはラジオトークというアプリケーションでやってるんですが、えー、SNS で毎日吐き出してますので、ぜひフォローしていただいて、えー、まあ 現在の業務報告ですね。こういうこと今やってますよっていうことを報告してますので、ぜひそちらもチェックしていただければ幸いです。えー、それでは、えー、皆さんまた次回お会いしましょう。ブラッシュミュージックのウェルカンマンでした。ありがとうございました。